ちょっと待った、鼻かむ。ああ、私全国行者って言ったね。ごめんなさい、全国暗夜ね。失礼ぶっこきました。痛恨ダメージが痛いの。あ、痛いっていうか、嫌かな。おお、すげえ。天下水星。あ、これがメラだ。なるほど。うわあ、なんだ？かわいいぞ。どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。2018年3月22日アップデートを迎えまして、お知らせ、まずは確認していきますが、光の鎧、光装備ですね。ガチャが1日1回無料来たのと、新生活応援キャンペーンで特別ジェム割引キャンペーンですね。たまにある9600円で3000ジェムいただけるやつでございますね。パスポートか。とかとうまく駆使できたらいいですね。で、ご当地鍵イベントシーズン3が始まりまして、まあ、注意点だけ、まあ、基本的には過去のご当地鍵イベント変わらずということで、まあ、前回動画でお知らせさせていただいた通り、あ、その前に期間ね、期間が3月の22日から6月1日までという形で、かなり期間は長いでございますと。で、限定装備、スタンプとかそこら辺変わらないんですが、新しい要素がご当地 PR 大使の引き換え券と。で、これどうやってゲットできるかっていうとこが一番ポイントだったと思いますが、これはリーダーボーナスでのみゲットできるチケットに今回はなったみたいです。そして今回の目玉、天下鍵、で、天下倒すと新装備がゲットできますよという形でございました。新しくなったところとそうじゃない今まで通りのところがね、あるので、今回は新しくなったところだけちょっとご紹介しますが、ここですね。各47都道府県の方ですね。ツアーの方ではちょっと確認できませんでした。ご当地 PR 大使の引き換え券がリーダーボーナスでのみ、通常の東京だら東京都とかね、ご当地書きにチャレンジした時のリーダーボーナスでのみゲットできる形みたいでございます。で、天下鍵が超級と魔王級も今回あるんですね。まあ両方来たということで、魔王だけでは来ないだろうなと思ってたら、まあちゃんと幻鍵的な感じじゃなくてね、こういう予想で幻鍵的かなとかって言ってたんですけど、前回動画で超級と魔王級という形で2つ来たみたいです。で、超級の初回クリア報酬で全国行者の冠が手に入るみたいでございます。星5装備ですね。ちょっと見た目ちょろっと出てますが、こんな感じ。これすぐゲットしたいなと思ってます。で、あとは全国行者の装束というので、全国制覇した時に新しい防具ですね、手に入りますよというのと、全国制覇のスタンプも新しくなりましたっていうところですね。で、あとはまあ大体同じ感じだったと思います。多分ね、新しい新要素があったかもしれませんが、多分まあこの点だけ抑えればっていう感じでございますね。で、あと地図を見てみると、まずはこんな感じで47都道府県のまあ、全国制覇するために各地方を埋めていったら、最終的にこちらですね。全国餃子の装束。まあおそらくこれは過去にも実装されたやつのステータスと同じで、いきなり倍子ですね。が入る別のデザイン版っていう感じにはなってくると思います。まあしかしスタンプとジェム、メタキンの鍵という形で、まあ、ジェムうまうまっていう感じのイベントでございますね。ご当地はね、ある意味ね。で、こっちの通常の上級地図っていうのもあって、ここでジェムとか、まあそれぞれの回数報酬とかで出てきてて、で、この銀地形みたいなのが中部地方の引き換え券とかっていうのが新しく出たんだね。だから、この銀地形をゲットすると、モガフリだけじゃなくても、各地方鍵がゲットできるっていうことなんですね。で、金地家の方はご当地 PR 大使の引き換え券という形になってるっていうのは、これ新しい要素でございます。で、桃屋行って買取商人から引き換え券交換所で、ご当地 PR 大使の引き換え券の中に魔王級天下鍵が必要数10枚で売り切れなしというのはありがたいですね。ガンガン集めれば集めるほど鍵ゲットできます。で、超級の方が5枚でございます。あとはハグ鍵とかモモントレイ、雫という感じでございますね。で、今回は超級にまず早速チャレンジしたいと思いますんで、5枚とりあえず集めました。交換すると。で、金チケ使うと、あ、しかもこれもあれだ。おお、こういうことになるんだね。銀チケで関東地方の引き換え券とかっていう風にゲットすると、各関東地方内での、鍵と交換できるっていう仕様になるみたいですね。これはありがたい。で、さらに金チケ1枚使うと、5枚使うと5枚戻ってきますというね、ありがたい仕様でございます。そしてあとは各イベントをまあ一応内容見てきますが、よいしょ、関東ご当地イベントとかっていう形になって、ここのミッションですね、もうすでに私は今回の、シーズン3のやつクリアしてしまったんで、ゲットできないんですが、全部報酬リセットされてますね。
で、地方ツアーイベントの方も完全リセットされてます。で、初回クリア報酬で全部100ジェムゲットできるので、かなりうまうまですね。まあ、5000以上。ツアーの方で7種類の47都道府県だから、全部で5400ジェム以上かな、ゲットできて、まあ、あと地図とかもろもろ合わせるとね、6000ジェムぐらいにはなるのかな、もうちょっと超えるのかな、ぐらいジェムもゲットできますんで、美味しいイベントになってくるようでございます。ということで、あとは、あれですね、テリーの方もあるんですけど、星の旅とかテリー編、予想ではね、もしかして斜め上錬金でテリー錬金来んじゃねえかなんて言ってたんですけど、来ませんでした。で、結構、テリー編は、過去のやつのリメイク版っていう感じなので、過去の、ダイブ動画イベントできてなかった人向けっていう感じですね。ああ、私全国行者って言ったね。ごめんなさい。全国暗夜ね。失礼ぶっこきました。相変わらず漢字が弱いでございます。で、基本的には変わらずという感じで、新要素的なものはほとんどなかったですね。ただ報酬とかがリセットされて再度ゲットできるっていう感じなので、まあこっちもしっかりやってゲットしましょうっていう感じですね。まあ今回テリーの内容は後でまた別にやりたいと思いますんで、今回はさっきゲットした天下鍵ですねに、まず超級初挑戦していきたいと思いますが、装備一応確認します。事前情報ある程度あって、メラとギラ あと休みがあるような形みたいでございます。なので今回光兜と黄金鎧上、王者ズボンでメラ、勇者盾で休みガード、まあガードしながら、火力上げもできますし、でアバンシェルシハドラーで、まあ攻撃呪文系とギラで休みガード重ねてっていう感じですね。で、湧き立つ2枚水星落とし、疑似黄金竜斧作って、休み体制ギラメラで紋章も染めています。まあ、長距離なんでね、そんなここまでやんなくてもいいかなとは思うんですが、これで挑戦していきたいと思います。で、47都道府県内にはない。どこにあるんだ、天下は。幻ダンジョン？あ、そうですね。で、一応幻ダンジョンの中に天下鍵があるって感じですね。ちなみにソロはマルチのみかな？幻ダンジョン。あ、ですね。基本的にはマルチのみのイベントになるみたいです。はい。で、天下統制超級でございますね、まず。で、スタミナ25。お、全国暗夜の癒し薬。今回もゲットできるね。これ、一応、回復量、アモールより高くて、数持てるっていうやつでございますね。集めたかったんだけど、なかなか集められなかったやつ。で、ジェムと来た全国暗夜の冠。あ、いいね。初回クリア報酬で5個も入るんだね。癒し薬。はい。っていう感じでございます。やっていきましょう。ほい。ということで、天下長期でございますね。今回はグラ3スパイチェ編成で、まあ、回復1枚やってくれた方が初見なんでね、安全かなと思いますが、初見チャレンジやっていきましょう。レディゴー。さあ、来ましたよ。やっぱり新しいボスはね、テンション上がりますよ。よろしゅう。まあ、まずは安全安心の初手ガードでございますね。まあ、しかも黄金竜鎧上なんで、まあ、ガード継続させて、安心、安全初見プレイしていきたいと思います。さあ、来たぞ。パワーン。おー、出た出た。このスタート、いいね。オープニング。前回動画で紹介してましたが、リアルで見れましたよ、やっと。やっと会えたね、天下くん。何してくんの、君。お、ラリフォーマー？眠りがあるんだってよ。知らなんだ。おーっと、痛恨？通常痛恨なのかな、毎回。これ眠るぞ。おお、眠んなかった。体勢つい、マンセットって、休みついてんだっけ？とりあえず殴ります。拡散する赤き侍。まあ、スキルも見たいとこなんですけど。わー、痛恨だな。痛恨ダメージが痛いの。あ、痛いというか、嫌かな。おお、すげえ！天下水星。あ、これがメラだ。なるほど。うわー、なんだ？かわいいぞ。これが拡散する赤き侍。おお、ああ、なるほど。メラ属性ダメージ減。減じゃない。うん。弱体か。惑星割り。ダメージは通るね。で、ベギラゴンっていう感じか。ちょっとラリフォーマー気をつけたかったとこだね。危ない危ない。回復しよう。また、天下水星。ショックはどこに来るんだろうな。この天下水星か、拡散する赤き侍がショック入ってるんでしょうね、多分。いい、いいね。ブシャンと。お、あ、これだ。これがショック入るんだ。なるほどね。惑星悪い。おー、いいダメージ。ジバリは抜群出てた？抜群ではないのかな。ベギラゴーンも一応耐性持ってきてるんで死にはしないと思うんですけど、ダメージどうだ？オッケー。
まあ長距離だからとりあえずダメージは良さそう、なんとかなりそうですね。さあこれで覚醒割と合わせて一気に削り切りましょう。おお、ベホマ撃ってくるぞ。危な。覚醒割が小玉で2発入って、お疲れい。ズシャンとスキピに綺麗に決めて、とりあえず超級初見一発クリア。これの魔王っていう感じになるんで、眠りも必要ですね。休み耐性、眠り、あと痛恨軽減も欲しいですね。まあでも黄金竜より上で行くんだったら痛恨軽減なくてもいいのかな。さあ来ました、全国案件の冠が。お、回心率プラ弱の、これも変わんないですね。過去着てた全国暗夜系ね、制覇系の頭も同じく回心率弱だったので、まあ見た目装備って感じになるかもしれません。で、全国暗夜の癒し役もゲットと。で、ここでワンチャン魔王鍵とか出ないのかな。ほっ、金地決定。どうなんでしょうね。多分長級で魔王鍵ドロップもあり得るんでしょうか。待ってくれたらありがたい。で、ジェムもゲットという感じでございました。まあ、まずは超級って感じですね。まあ、これを体制参考に、魔王級用に準備して、で、次は魔王チャレンジしていくっていう感じになりますね。あとは、なさそうかな。まあ、あとは1日1回無料ね、ちゃんと挑戦しておきましょう。次回は、魔王動画、ないしは何だろう。全国制覇動画。全国制覇動画、今回私全国制覇はそんな焦んないでいいかなと思ってて、天下の要素があるんで天下魔王を優先でいければなと思っておりますんで、ゆっくり、まあ、あんまり早く終わらせちゃうとね、みんなに大決戦もそうでしたけど、飽きたーなーってね、言葉いっぱい聞いちゃいますからね。皆さんはプレイスケジュールをね、しっかり組んでてい、しっかり組んでてい、あー一回しか考えなかった、しっかり組んでいただいてい、上手にプレイしていただければなと思いますんで、まあまずは天下、新しいやつ魔王も実装されまして、直球で、体勢とか相手のギミックねの参考にしていただければと思います。ということで、まずは1本、今回の動画はここまででございます。次回動画を、まあというか今日の動画いっぱい上がると思いますんで、ご期待いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。